紀伊半島はちょうど日本の中央に位置する半島で、深い森が広がる地域です。古来より日本人は山には神や祖先の霊が宿ると信じてきました。この紀伊半島には3つの霊場が存在しており、そのうちの一つがここ和歌山県の熊野です。歴史上この地にまつわる伝説や物語が数多く残っています。天皇から庶民まで多くの人々が熊野に憧れを抱き、救いを求め、よみがえりを願って山深いこの地を目指してきました。生きながらにして生まれ変わる熊野は、今もなおよみがえりの地として知られています。熊野には熊野三山と呼ばれる3つの神社があります。これらの神社を参拝するために、古くから熊野古道と呼ばれる巡礼寺が整備されてきました。巡礼では熊野の自然に宿る神仏に祈りを捧げることで、ここに来た人たちが自分とどう向き合い、どう生きていくか、自分を見つめ直す時間だと言えるでしょう。巡礼寺の多くはここ熊野本宮大社に通じています。158段の石段の両側には杉の木々がそびえ立ち、石段を登るにつれて神域へと近づいていきます。神門をくぐると壮大で厳かな檜皮造りの社殿が現れます。総ヒノキ造りで釘をほとんど使わず、複雑な組木の接合方法で建てられています。幾日も森の中を歩いていると、もう二度と抜け出せないこの古代の木々の下に永遠に埋もれてしまうのではないかと感じてしまうほどです。しかし森を抜け熊野本宮大社にたどり着いた人は、きっと天上の地にたどり着いたと感じたことでしょう。熊野本宮大社はもともと熊野川と音無川が合流する中洲の大井の原に建てられていました。この地に鎮座する熊野本宮大社の社殿は、千年以上もの間度重なる災害に見舞われてきました。その都度元の姿に忠実に再建されてきましたが、1889年この地を襲った大洪水により
大湯原の大部分は損失してしまったのです。しかしながら中心的な御本殿は残り、現在の地に運ばれ丹念に再建されたのです。私は熊野本宮大社宮司の久喜家隆です。この熊野本宮大社の境内で産声を上げました。当時この地域には珍しく長い間雨が降らず、人々を悩ませていました。私の父は地域の方々から干ばつで困っていますと言われ、初めて雨乞いの儀式をしたのです。すると一転にわかに空が曇り、雷が鳴り始め、雨がどっと降ってきたといいます。そしてまさにその瞬間に私が生まれたそうです。熊野は日本の中でも最も神秘的な場所の一つであり、この地域にまつわる多くの神話や伝説があります。熊野本宮大社周辺では神話に登場する三本足のカラスを目にすることができます。これはヤタガラスと言います。日本の建国神話ではヤタガラスは初代天皇である神武天皇の前に姿を現したと語り継がれています。紀伊半島は四方数百キロにわたってそびえる山々と川の渓谷からなる日本の中でも地形的に険しい地域の一つです。神武天皇が熊野に到着した時、三本足のカラスが出迎えて未知の世界を案内してくれたのです。神武天皇は熊野を得て奈良に日本最初の都を樹立したのです。社殿の中央にある第三殿が本社で、正常殿と呼ばれています。普段は非公開となっている特別な場所です。社殿の回廊の下には腰をかけられる空間があります。実はここは今から約1000年前に慈宗という日本仏教の一宗派を開いた一弁上人が夢の中で熊野大権現と出会い悟りを開いた場所なのです。よみがえりの地として知られる熊野ですが、ここを訪れる人それぞれにとっての意味があります。自己を見つめ直す、その心の在り方を示してきた場所が熊野ではないかと私は信じています。これから自己を見つめ前を向いて生きていく世界の人たちのために、よみがえりの地である熊野は大切な役割を担っていくだろうと感じます。本物の日本体験をここ和歌山で皆様をお待ちしております。